段の生活とあんま変わんないような目の動きになるわけですね、きっとね。こんにちは、わっきです。本日はインタービー2023幕張メッセに来ております。これね、今入り口のところなんですけども、今日このオズモポケット3単体で全部取材回ろうと思っております。そしたらね、ちょうどこの入り口のところで知り合いにばったり会いました。どうぞ。はい、どうも、ウズです。ウズですもう YouTube だとワッキーさんも本当先輩で、 YouTube の初期の頃からの方なんで、はい、長いだけなんだけど、もう、はい、本当にすごいこういった別れて、また会場で了解です。よろしくお願いします。では僕も会場に行ってきます。普通はこういうね、階段とかだとドンドンドンっていうね、上下動が気になっちゃうと思うんですけども、スムーズに撮れてるんじゃないでしょうかね。中に入ってまいりました。あ、やっぱ映像綺麗ですね。お、この正面にインタービーのロゴが、ね、まずちょっとご挨拶に行きたいところがここだな。端から行きましょう。今日はね、ワイコンも持ってきてますけれども、とりあえずはもうデフォルトのまま、入り切りが多分ね激しいと思うので、やっぱりね、この画面が大きいのは見やすいですよね。先日ニューヨークでね、別のこういったジンバルカメラ使ってたんですけども、やっぱりね、画面が小さくてね、見づらいんですよね。そういった意味ではかなり使いやすいのではないでしょうかね。はい、こちら三友さんのブース、この中にカンダオのいろいろとカメラがありますけど、これ自由視点カメラ、まあ、これ完全に業務用なんですけども、カンダオの製品といえば、まあ、過去にもいろいろご紹介しておりますこのクーカム3、この辺がコンシューマー機なんですけども、その新型、こちらですね、クーカム3ウルトラです。写真 14K で動画は 8K の30フレームパーセックで撮れるという、まあ、クーカム3の上位モデルですね。本体内スティッチと 8K のライブストリーミングにも対応するということでございます。今までモックだったんですけども、一応動いてます。ただまだ開発状況は 70% ということなので、まあ CP プラスまでに間に合うかどうかみたいな、そんな感じかもしれませんね。でちょっとね、いろいろと僕もニューヨークでクーカム3で撮ってきたんですけども、要望を伝えました。こういう風になったらいいなという要望を今伝えました。あとはね、これ VR180 のカメラ、これはね業務用なんですけども、コンシューマー向けの VR180 カメラっていうのがちょっと今寂しい状況なので、この辺もね、要望として神田尾さんにお伝えしました。はい、ブラックマジックデザインのブースでゆずきさんとばったり会いました。ブラックマジックさんは本社がメルボルンなんですよ。メルボルン、私この間サウスバイサウスウェストでちょっとブースもお邪魔して、うん、シドニーもね、オーストラリアの会社。あ、行ってたね、オーストラリア、ね、そうなんです、オーストラリアの会社なんですよ。なんかでもね、今年はそのコンシューマー向けの新しいものっていうのはほとんどないようなので、確かに 4K の、ね、カメラはすごいちっちゃくていいなと思って、うん、6K のカメラもあったけど、でも今あれじゃないですか、40万オーバーだからね。 iPhone のブラックマジックカメラがすごい強いんじゃないですか。あ、そう、アプリの方ね。そうなんです、そうなんです、まあ、個人的にはね、あのダヴィンチリゾルブを仕事でバリバリ使ってる。そうね、ユーザー多いからね、うん、ね、iPad 版がもっとちゃんと使えるようになるのをちょっと待ちましょうって感じですね。はい、ゆずきさんでした。はい、こちらプロニュースのブースではインタービーの歩き方2023ということで、ちっちゃなマップを配布しております。皆さんこんにちは、プロニュースステーションの暇な犬スタジオ、河合です。はい、こちらではスタンプラリーとかいろいろやっておりますけれども、さらにですね、景品が当たるということと、あと私の絶滅メディア博物館の寄贈品の受付所でもあるので、ぜひこちらでいろいろ古い機材を寄贈してみてください。そしたらうちの博物館でずっと展示したいと思います。よろしくお願いします。5603です。はい、ありがとうございます。こっち動画撮ってます。はい、動画撮って。これやっぱりいい。いいっすね。今日はこれ綺麗だね。もう取材カメラをこれだけにしようと思って。あえてね。これしか持ってこない。本当に本当に？持ってないですよ。シータとか持ってないの？持ってないです。おなじみ、よしみカメラさんです。こんにちは。あ、ひとつき社長が、このレンズ自体があの、うん、ごっつんした時に77なんですよ。
うん、ただマイクロフォーサーズなんで、あの被写界深度が深いんで、まあ、スピーカーとしては非常に、なるほどね、ご自分のフィルターがマグネット化できるというやつ。あ、持ってるフィルターもマグネット化できちゃうんですね。そうです。ABC とあって、はい、A をこ の, あのレンズにつけます。はい、こちら健康トキナーさんのブースではちょっとコンシューマー向けにしては価格が高めではあるんですけども、面白いフィルターがございました。アナモフレアというフィルターですね。これアナモルフィックレンズのフレアのような効果がこのフィルターで出せるというものなんですよね。よくあの J.J. エイブラムスの映画なんかでは使われるようなフィルターなんですけども、まあ、フィルターじゃないね、レンズなんですけども、それをねフィルターで再現する、表現する。でしかもこのレインボーってやつがあるんですけど、このほらフレアが虹色に光ってますよね。それがねこれなんですよ。3色の線が入ってますよね。でこのフィルターをつけたら、この線に対して90度の角度にフレアが出るということなんですよね。ちょっとこれね、光源に向けてこの DJI ポケット3でも使えるかどうか見てみますね。お、見えますね、ほら虹色のフレアが横に走ってるの見えますよね。でフィルターをこれ回転させると、このフレアもねぐるっと回転してくれるってことですね。フォーマットハイテック、子会社らしいんですけども、そこの製品を健康トキナーでも扱うようになったということで展示されておりまして、この中にありますね、このねソフトゴールドというフィルター、これなかなか珍しいんですよ。はい、上に点光源、光源がありますけど、そこにこうフィルター当てがいますと、ほら光源の周りがボワーっとゴールドににじみますよね。ほらこういった感じでね、ゴージャスな効果が出せるっていうね、ソフトゴールドというフィルター。ちょっとこれはねプロ向けなフィルターではございますけども、なかなか面白いフィルターですよね。キャノンのブースぐるっと見てきたんですけども、やっぱ VR システムは既存の VR システム、フルサイズ用のものしかなかったですね。前にモックアップが出ていた、あの360度と VR180 と切り替えができる、パコッと変形するような1インチサイズのやつ、カメラ、あれはねまだ何も情報ありませんでしたね。残念ですね。 CP プラスでなんか出てくるといいんですけどね。インタービーの会場にビクシオンのブースが出てましたね。国際放送機器店ですけど、まあレンズ系光学系ということでね、実はこれまだ僕ね試してないんですよね。乱視が強いのでね、どこまで矯正できるかちょっと不安感があるんですけどもね。はい、自分の黒目に合わせて、ここが動くんだ、横に、はい、全体に取り残される。これは IPD 合わせるってだけですか。要はそういうことです。そうにしてる人が、はい、ただここにダイヤルがある。はい、ここね、はい、はい、それをさっきリセットかけたんで、基本的には前に、前に前に出してる。はいはいはい、どっかでやります。ああ、本当だ、ピント合うな。ここはだからピントなんですね、はい、このダイヤルがね。ちゃんと片目ごとの調整もできます。でもこれで寄っても平気なんですか。3センチいきます。あ、合ってる。で遠く見てください。あ、ちょっとあの全然いいとこないじゃないですか。あ、ちょっとなるほど。これであとこの距離だな。ただね、僕本当に乱視が強いので。あと左目右目違いますか。あ、違いますね。左が合ってないですね。じゃあまず今右目合ってる状態。右目が合ってますね。ここにボタンがあるんです。だから、はい、これを押しながらさっきのダイヤル回してもらうと、今度左目が合ってます。あー、なるほど。じゃあ左目片目ウインクしながら調整すると、あ、来た。あ、左目も合いましたね。左右合うとね、また世界が変わります。確かに。これで今僕に合ったってことですよね。合ってしまえばあとは合うと思う。これでピッと外すと、あ、合いますね。ヒュッと合いますね。あとはだから視野の問題ですね。視野広がれば。視野の問題。これだから集中して手元で作業するような人だったらいいですよね。
いわゆるプラモ作ったりとか、うん、電子工作とか、あとネイルアートとか、刺繍とか、まあ、これはだから、ゆくゆくはこれが視野が広がって日常的に使えるようになっていくっていうことですよね。はい、こちらメタ社のリサーチチームが出展しております。液晶とレンズの間に動く装置がついていて、なんかね、フォーカス送りができるような、距離を合わせてくれるような、そんなシステムらしいですけど、ちょっと体験してみないと何とも言えないので、まずは体験してみますね。最初ビデオの画面が表示されますので、はい、こちらの出演する点を目で追ってください。アイトラッキングってことですね。視野は研究段階ということもあって狭い感じですね。マニュアルモードでやってもらうので、はい、まず左手のコントローラーを渡しました。はい、で少し手をこちらの喉届きますか。あ、これ、はい、これ今遠くだとピント合ってないですね。でこれがこっちで合ってくるってことか。これがそのアイトラッキングでビュービューってこう可変で動いてくれるってことですね。普段の生活とあんま変わんないような目の動きになるわけですね、きっとね。液晶がここにあって、目がここにあって、でこの間のレンズのここの部分が前後に動くんですよね。なので実際に体験してみると、本当にこれがもっとスムーズになってくると、目に負担がかからなくなってくる、うん、今これまだ研究段階ですけど、これがもっとこう視野が広がったりだとか、機械がもっともっとコンパクトになってくると、数年後の VR ヘッドセットに応用されるんじゃないかということですね。はい、プロ機材 .com です。美咲奈々さんです。こんにちは、美咲です。今日はね、プロ用の機材、やっぱね、インタービーってこともあって、どこの会社もね、やっぱりね、プロ用の機材しか持ってきてないところが多いんですけどね。まあそんな中でもね、こういうコンパクトなね、コンシューマーでも届く、手の届くような、こういったライトが展示されてます。なんかスマホでいろいろと操作ができる。虹色に光らせたりとか、音楽に合わせて光ったりとか、いろいろできるライト。このね、短いやつは単品上しかしてないらしいんですけど、こっちのね、プロ用っていうか、長い方、これはね、4個セットとかも売ってるそうです。あ、ここだ。ライブ配信、ここだ。お、ありがとうございます。これは、なんだ？ライブ配信オンラインスイッチングサービス。お、なんか、聞いたことあるな。あ、本当ですか？ぜひ、こちらの方で。知ってる人がいるじゃないですか。あ、ワッキーさん。お疲れ様です。しらじらしい。ちゃんとこのリッチっていうアプリをご説明するのに、説明員として働いております。なんかこう、素材を全部クラウドに上げて、それを、もうブラウザベースでスイッチングで配信しちゃうっていうシステムね。はい、実際のハードを使わなくても、これができちゃうよね。できます。はい、ここにずらっと繋がってる機能が出てきます。インタービーなので、あまりこのコンシューマー機っていうものは目立ったものなかったんですけども、それでもなかなかちょこちょこと面白いものを見つけられたと思います。あとはね、ここに来るとね、映像仲間にいろいろ会えるので、ね、年に一度の同窓会みたいな感じになるんですよね。割とね、こう、久々に会う顔ぶれもね、多かったので、いろいろと立ち話なんかもして、長々と時間取ってしまいましたけども。次にまたね、こういったメンバーに会えるのは CP プラスの会場じゃないでしょうかね。CP プラスになればもっとコンシューマー向けの情報もいっぱい出てくると思います。